え、みんなツイッターって X になるの？ツイッター改め X、新ロゴが決定。え、もうロゴすら決定してるの？え、これ名前はツイッター X なのかな？それとも X なのかな？もうツイッターはなくして。え、どうなっちゃうの？ツイッター。え、じゃあこの記事見てみる？うわ、すげえ、X もなんかあれなんだね。なんていうのかな？ちょっと、めちゃめちゃシンプルなロゴだね、X って。あ、すげえ。なんか、モスがお家でできんの？ちょ、あんまり惹かれないな。ちょ、この人見てみる？もっと見る。別の記事にも書きましたが、マスク氏がツイッターを買収したのは自ら開発したいスーパーアプリ X をゼロから作るよりも、ツイッターを叩き台にした方が早く安いと判断したからです。日本はツイッターブランドの認知度が高く、愛着がある方も多いため、違和感がある方は少なくないと思いますが、マスク氏からすると、ブランド変更は買収を決めた時からの既定路線になります。なんだ、じゃあもうこれ確定志向だったの？マスク氏の過去の発言を見ていると、ツイッターブランド自体を茶化す発言も多かったのですが、マスク氏自身はツイッターブランドに興味がなく、単純にユーザーが多いサービスが欲しかっただけということになります。16年以上ツイッターをやってきた一ユーザーとしては寂しい限りですが、一つ歴史の転換期となるのは間違いなさそうですね。え、こういうお金持ってる人が来ると、そんな16年の歴史を一瞬で変えられるの？じゃあ仮に私とか結構 YouTube 見るけど、仮に私が何て言うんだろう、お金15ナユタとか持ってたら、もう一気に YouTube も変えれちゃうってこと？一人の人間がお金持ってたら。え、これツイートとかもなんて言うようになるんだろう。もうツイッターだからツイートっていうのかな？ X だと何？エクシーズみたいな。なんか召喚しそうだね。みんな見て、ウェブ版のツイッター X になってる。だって、え？もう採用されてんの？これ。近い将来とかじゃなくて。ははははははは。大丈夫 お、猫ちゃん。お、え、この猫ちゃん波紋使い？なんで浮いてるの？お、乗るんだよ、猫ちゃん。あ、よかったな、猫。なふぅねえ。手に力入っちゃったね。よかったね。結構好き。面白い。みんなこれすごくね？え、これ未来、でもこんなの家に置けないな。すごい、ゲーセンみてえじゃん。うーわ、ちょっとやってみてえな、これ。うわ、なんかスローになってんじゃん、これ。うわ、これ未来のゲーム機なのかな？任天堂の50年後とかこういうの出んのかな？これを3万ぐらいならね、ワンチャン全然買えちゃうけど、場所がねえな。